も暇食堂店員の秋山蓮太郎です。今回はですね、我らが店主牧田ひまるにドッキリを仕掛けていこうと思います。イエーイ。どんなドッキリかというと、まあ、いつも通りの楽しい収録中に相方が香水をめちゃくちゃつけ始めたら店主はどんなリアクションをするのかというドッキリでございます。こちらですね、スタッフがボディショップで結構香りのね強いものを厳選してきたので、俺自身が普段あんまりこういう香水とかには無縁なのでね、どうしたのどうしたのってならないかが心配なんですけど、心配されるよりはお前なんだよ何やってんだよ収録中にとかってやってくれた方が面白いかなと思ってるんですけど、ちょっとどうなるか皆さん最後までご覧ください。ではドッキリスタート。ひまショックだ。いらっしゃい。昼は定食屋、夜は居酒屋、ひま食堂店主の牧田ひまると店員の秋山蓮太郎です。イエーイ。お客さんの来ないお店を営業しながら YouTube でレシピの紹介や日常動画、歌ってみたなどをアップしてます。イエーイ。どうした、ノリノリですね。イエーイ。いやいやいや、どうしたんですか。いやノリノリだったじゃない。いやいや、ひま食堂のなんか新しいチャレンジの動画かなとか思ってたら、いやなんかよくやってるようなネタよね。よくはやってないですけど、でもほら蓮太郎、年度が変わるってことはさ、気持ちも新しくなるじゃん、はい、だからまた新しい自己紹介を取っていくべきだと思ったんだよ。ということで改めて俺たちのプロフィールを紹介します。はあ、そうっすね。大変っすね。ほんとなんすか、いっぱい取りましたね。何始めたんですか。よし、ちょっと香水使われたお客様はお店から出て行っていただいてもよろしいですか。食べるここお店なんで、ああちょっと匂いきついです。しかも振りすぎ。そんなきつくない。別に振りすぎです。全然くっさ、振った方が面白いけど振りすぎだよこれ。自分が一番苦しい思いしてるけど大丈夫、くっさくっさ。あれどうしたんだろう。進行お願いしていいですか。何これ、なんか俺が言わなきゃいけないワードみたいなのあんの。ブチ切れってほしい。ああなるほどね。ああ全くしっかりしないとね。何してるの急に。今自己紹介動画撮ろうって言ってるのに、なんで急に香水つけてるの。みんなには匂い届かないし、お店がもう香水の匂いで、もう今日お店営業できないよ。どうしてくれんだよ。自己紹介動画だからこそ身だしなみに気をつけなきゃいけないんじゃないんですか。だから匂い届かないでしょ。何回しかも自己紹介動画撮らせるんですか。見た目も年齢も特に変わってねんだよ特に。いやでも29から30にはなったよ。そっからはあれだろ、ずっと永遠に続くだろ。我々これは永遠に振り続けるからな。こうやって、いや香水はまずいよ蓮太郎。もっともっとわーって何してくれ。もっと何わーってしてくれ。わーってしてほしいの。わー、違う、俺がかけられたみてえじゃねえかよドッキリを。その香水でくせえよこの野郎ってこう切れるのを撮りたかった。あ、まあもうちょっと怒ってほしかったかな。あでも皆さんが見てるのにそんな人前で怒るなんてこと。喧嘩した方が面白い。でも怒れない。それよりもちょっと匂いが、俺もまあうん、っていうか一番の被害者誰か知ってる俺だからね。俺今日これで帰るんだよ。だってちょっと近づかないでもらっていいですか、うん、これどうすんの俺電車乗った時とか。ね、レンタルがこうカタンゴトーンカタンゴトーンってレンタル来るじゃん。車両変えるよ。ぬるって出てきたよ。レンタロウさん、これは多分4月に出る動画ですよね。今年のひま食堂、一度でもいいからドッキリ動画をうまく撮りましょう。はい、こんな感じでひま食堂、4月からも頑張っていきますので、はい、どうぞ皆様応援よろしくお願いします。お願いします。さ、面白いと思ったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。コメントも見てるよ。うっ。